古民家イフミド。ゲストハウス古民家イフミド。葉隠れの森に佇む憩いの空間にリノベーションされた築150年の古民家。先には旧筑前街道が残り、樹齢150年のキャラ垣の木々がこの田舎屋を見守り続けてきた。キャラ垣、佐賀原産の柿の木、30年以上の古木にならないと本来の甘みが出ない希少種。この時と今をつなぐ後世に残したい大切な場所がここにあります。ひうみど古民家ゲストハウスイフミド。